トルチャンネル。今回の動画は郵便局へ行ったことがない、ポスト投函がわからないといった方向けの初心者動画になります。確かにこの方法って学校で教わることはあまりなくて、もうネットで調べて見よう見まねにやって覚えていくっていう感じなんですけど、例えば郵便局だったら願書や履歴書の送付で使う機会があると思うんですけど、逆にポスト投函ってあんまりこうする機会がなくて、私の場合ですとある程度大人になってからツイッターで行われているグッズの交換、いわゆるトレードをするようになってから使う頻度が増えていきました。ということで今回は封筒の用意から受け取りまで定型内郵便と定型外郵便を徹底解説していきたいと思います。発送する際にまずは封筒を用意します。封筒はスーパーやコンビニだけではなく、身近ですとダイソーで100円で揃えることが可能です。封筒を選ぶ際はできる限り発送したいものと同じくらいの大きさの封筒を用意します。こうすることで、より発送料金を安く済ませることができます。また、おそらく、よく見る封筒が、茶封筒と呼ばれる茶色い封筒かと思いますが、白い封筒でも、青い封筒でも発送することが可能です。では、早速封筒に必要事項を書いていきます。封筒の表面には、相手の住所と名前を書きます。まずは、右上に郵便番号を書きます。次に右上から相手の住所を書きます。ここでしっかりマンションやアパートの部屋番号まで書くように注意をします。そして最後に封筒の中央に相手の名前を書きます。相手の名前はニックネームやアカウント名ではなく、しっかり本名を書くように注意をしましょう。次は裏面に移ります。裏面には自分の郵便番号、住所、本名を書きます。たまに個人情報だからっていう理由で裏面に何も記載しない方がいらっしゃいますが、こちらを書かないトラブルのリスクはこの後に説明をします。梱包を終えた後は発送します。発送方法は、ポスト投函と郵便局の窓口への持ち込みの2通りがあります。では、それぞれのメリット、デメリットについて説明をします。ポスト投函については、24時間発送することが可能です。そのため、遅い仕事終わりや学校終わりであっても発送することが可能です。それに対して、郵便局は営業時間内のみの発送になります。大体の郵便局が、17時から19時くらいまでの営業時間になりますので、必ず事前に郵便局の営業時間は調べてから向かいましょう。また、ポスト投函の場合は自分で計量し、切手を用意する必要があります。それに対して郵便局は窓口で計量し、切手を貼ってもらえるため、自分で切手を用意する必要がありません。大きさに関しては、ポスト投函の場合、ポストに入る大きさでないと投函することができません。しかし、郵便局の窓口はポストに入らない大きさであっても発送することが可能です。ではまず、ポスト投函の方法について説明をします。ポスト投函は事前に封筒の表面、裏面に住所、名前を書いてあること、封をし、切手を貼るところまでは自分で行います。おそらくこの切手の選び方というところが一番難しいかと思うんですけど、切手を選ぶ際はまず自分の発送したい郵便物が1番の定型内郵便なのか、2番の定型外郵便規格内なのか、それとも定型外郵便規格外なのかを判断し、該当する料金表を確認します。その判断の仕方について、まず1つ目は定型内郵便について説明をします。定型内郵便では最小の封筒のサイズと最大のサイズが書かれているんですけど、これでは少し分かりにくいので、まずはお持ちの封筒のパッケージ表面をご確認ください。こちらにおそらく封筒の種類が長型、角型、洋型と書いてあるかと思うんですけど、今回該当するサイズは長型の3、4、40、30号、角型の8号、洋型の0から7号になります。こちらの条件とかつ重さが 50g 以内、
厚さが1センチ以内という条件を満たす場合、今回の定型内郵便の料金表を確認します。定型内郵便の条件を満たさなかった場合は、次に定型外郵便、規格内に当てはまるのかを確認します。定型内郵便、規格内の封筒のサイズは、ちょうど A4 以内の大きさで、長型の1、2、3、4、40、30号、角型の2から8号、洋型の0から7号が該当します。こちらの条件と合わせて、重さが 1kg 以内、厚さが3センチ以内という条件を満たした場合、今回の定型外郵便、規格内の料金表を確認します。ここまでの条件に当てはまらなかった場合、最後は定型外郵便、規格外の条件に当てはまるのかを確認します。封筒のサイズは最も長い辺が60センチ以内、縦、横、厚さ、この合計が90センチ以内の場合ということで、今までの封筒のサイズに合わせて、角型の0、1号が該当します。重さが 4kg 以内というこの2つの条件を満たした場合は、定型外郵便、規格外の料金表を確認します。つまり、この条件を全て満たさなかった場合、普通郵便の定型内と定型外郵便では発送できないということになりますので、別の発送方法を考える必要があります。では実際にどの料金表を見ればよいのか一緒に考えてみましょう。で、よくあるミスなんですけど、こちらがダイソーで販売されている封筒裏面の表なんですけど、実際にこれだけ見ると、長型の3、4、40号の封筒を使えば、定型内郵便の発送料金になると思ってしまうかもしれないんですけど、こちらは厚さ、重さによっては定型内郵便にならない場合もありますのでご注意ください。では、今回は長型3号の封筒を使い、重さが 60g、厚さが6センチという条件で判断していきたいと思います。では、まず定型内郵便に当てはまるのかを判断していきます。まずは封筒のサイズは長型ということで当てはまります。しかし重さは 50g 以内ではなく、厚さも1センチ以内ではないため、今回は定型内郵便には該当しません。次は定型外郵便、規格内に当てはまるのかを判断していきます。まずは封筒のサイズは先ほど同様に丸です。重さも 1kg 以内であるため、こちらも丸です。しかし厚さが3センチ以内ではないので、今回は定型外郵便、規格内には該当しません。最後に定型外郵便、規格外に当てはまるのかを判断していきます。封筒のサイズは3辺の合計が90センチ以内であるため、丸です。重さも 4kg 以内であるため、こちらも丸になりまして、今回は定型外郵便、規格外の料金表を確認することになります。ここまでで貼れば良い切手の料金がわかりましたら、次は切手を入手していきます。切手は主に郵便局、一部コンビニ、金券ショップで購入することが可能です。ただし、コンビニと金券ショップは取り扱いが一部の店舗であったり、タイミングによっては在庫がない場合がありますので、あらかじめ郵便局へ行けない時用に、郵便局で切手を入手しておくことも一つの手です。切手を貼る際は、合計金額になるように、複数枚貼り合わせることが可能です。例えば、94円の場合、84円と10円の切手を貼り合わせることが可能です。では、ここまで準備が整えましたら、実際にポスト投函をしてみます。最後に、表面に住所と名前、裏面に住所と名前が書いてあるのか、中身を入れ、封をしてあるのか、切手を貼ってあるのかを確認します。では、実際にポスト投函へ行ってみます。これで発送完了です。ポスト投函で切手不足の場合なんですけど、裏面に自分の住所と名前が書いてある場合は、郵便物が自分の元へと戻っていきます。しかし、裏面に自分の住所と名前が書いていない場合は、相手の元へ郵便物が届いてしまい、
一緒に料金不足の請求書も届いてしまいますのでご注意ください。次は郵便局の窓口へ持っていく場合です。持っていく前に表面に住所と名前を書き、裏面に住所と名前を書き、そして発送するものを入れ、封をした状態で郵便局へ持ち込みます。郵便局の場合は窓口で計量し切手を貼ってもらえるため、あらかじめ切手を貼っていく必要はありません。郵便局に着いたら、まずは窓口へ向かいます。窓口で発送お願いしますと伝えると発送料金を教えてくれます。その場で発送料金を支払い、領収書を受け取れば発送は完了です。遅くについてですが、郵便局への持ち込みについて個数制限がないため、一気に3つほど持ち込むことが可能です。次は発送にかかる日数と受け取りについてです。発送日数に関しては同じ市内であったとしても、基本翌日以降の到着になります。通常ですと追跡機能がなく、いつ到着するのかわからないため、不安な方はオプションで追跡をつけることが可能です。受け取りに関しては基本自宅ポストへの投函になります。ただしポストに入らない大きさの場合は手渡しや不在伝票になる可能性もありますのでご注意ください。発送の際に特留めを希望した場合は受け取り希望を出した郵便局へ自分の身分証を持って受け取りに行きます。こちらも同様に追跡がないため大体発送の通知をいただいてから4日後を目安に受け取りに行っています。しかし、郵便局到着から10日ほど受け取りがない場合は、送り主のもとへ転送されてしまうのでご注意ください。今回の話はここまでです。今回の話はあくまでも基本の話になります。何か細かい点で質問がある方は、こちらのコメント欄で質問をお待ちしています。それではまた次回もお会いしましょう。